はい、僕は今温泉旅行に来ております。人生終わった。はははははははい、さよなさん、こんにちは。はい、運勢皆さん、僕一人スタートということで、本日も兄にドッキリをしていきます。いや、今日も皆さんすごいことをやっていきますよ。今日はですね、何をするのかというと、旅行に行きます。この僕イペックエネス、人生初の一人旅でございます。もちろん僕は本日休みではございません。ってことで、本日の企画、弟が撮影をサボって温泉旅行に行ってたら何はどうするのか、温泉旅行ドッキリでございます。そうですよ皆さん、本日はガチで僕は一人旅に行ってきます。もちろん兄のことは連れて行きません。あいつは今日7時に起きたと言っていました。今12時前なので、約4時間ひたすらネタを書き続けているんですよ。しかし本日は兄の努力は無駄になるんですよ。なぜなら弟は撮影に来ないから、弟は伊豆旅行をしているからでございますよ。はい皆さん、今から僕はガチで行きます。ネタじゃないですよ。客室露天風呂がついてお部屋なんですけど、本日はですね、その露天風呂に入りながら兄とビデオ電話をしていこうと思います。兄は僕のことを撮影に来ると思っているのに、弟は伊豆で高級旅館でのんびりと露天風呂に入っているんですよ。果たしてですね、露天風呂からビデオ電話された時に兄はどんな反応するのか、その兄の反応を見ていこうと思います。いや、これ相当悲しいよ。これ相当兄ね、びっくりすると思うよ。基本僕一人で旅行など行かないので、まあドッキリのためなんで、僕もね寂しいです。こっから 2,3 時間もかけて伊豆まで行くんでしょ。しかしいいんですよ。あの露天風呂にね、僕が浸かりながら兄とビデオ電話をするのが、もう楽しみすぎて、僕はね、九州でも広島でもどこでも行けます。沖縄でも行けるな。兄の困った反応のためでございます。それでは皆さん、伊豆まで行っていきましょう。今お兄ちゃんに内緒で伊豆来てるんですよ。今日仕事だったんですけど、仕事サボってきちゃいました。ありがとうございます。はい、皆さん、まもなく宿に着きますよ。兄が今家でひたすらシナリオを書いているんですよ。へっへっへっへ。じゃじゃーん。お部屋がこんな感じでございます。和室ですね。いいねいいね、一人旅にぴったりです。部屋のサイズ感も若干ちっちゃいのかな。うわ、これ最高だな。うわ、この自然すげえすげえすげえ。では失礼します。皆様、やべえ、めっちゃいい湯だ。よいしょっと。あー、最高。やばくないですか、大自然の中、僕は今露天風呂を満喫しております。あー、露天風呂からのこのテラスでの一服、最高ですね。あ、皆さん、あのタバコ吸ってませんよ。煙はこれです。十分満喫はできたので、早速兄にビデオ電話していきましょうか。まずはちょっとね、バレないように上を映します。遅くね、あいつ。はい、おはよう。おはよう。お疲れ。お疲れ。今もうちょっとで終わるネタ、現状措置はあと30分ぐらいで終わって、これから冷え取って髪作る。めっちゃ順調だよ、いい感じ。あとちょっと。おお、よく書いたなお前、お疲れ。さすが俺の兄ちゃんだ、働き者。働き者は、で、今日長編どんな感じ？長編は、ですね、企画としては弟が撮影をサボって、温泉旅行に行ったら兄はどうするのかでした。はい、僕は今温泉旅行に来ております。人生終わった。はははは。はい、エムレ君、
残念でした。僕は今伊豆にいます。はっはっはっは。旅館にいます。温泉ですよ。はっはっはっは。おーらお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 ら。おーらお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 ら。なんだって？はっはっはっは。だから俺今温泉旅行だって。伊豆の温泉旅館に来ました。人生終わった。エムレ、もういいって。俺とりあえず一泊するから、お前も休めよ。ほら久々の休みだと思ってさ。はい、残念でした。残念でした。お前も温泉旅行行けばいいじゃん。なんでお前撮影の準備してんの？俺らは自由だよ、エムレ。自由の国にいるんだよ。まあまあまあ、そういう難しい話はすんなよ、お前。ほら、世界は広い。はい、残念でした。静岡県にいます。伊東市にいます。伊豆旅行に来ちゃってます。はい、怖かったね。あら、どうしよう。超怖かった。エムレ、とりあえず俺そんな今暇じゃないからさ、せっかくの休み、満喫したいので、じゃあねー。お前、はい、じゃあねー。僕の勝ちですよ。今から、まあ温泉も入ったし、夕飯だけ食って東京戻りますわ。うん、帰って一本でもさ、ショート取ろうよ。うん、ごめんね、お兄ちゃん。ここから謝るよ。止まりません。一人で止まってもね、虚しいので。はい、皆さん、家に着きました。早速、兄は何をしているのか、見ていきましょう。真っ暗なんだけど。おい、エムレ。おい、エムレ、エムレ、何やってんの、お前。俺もやんねえよ。どうした、お前。やんねえよ、帰れ。ただいま。電気消せ。ただいま。ただいまじゃねえよ、お帰りじゃねえよ。行ってらっしゃいだよ、もう一回行け。ほら、俺マジやんねえよ。ごめんね。お土産買ってきたよ、お前に。貸してやるから。なんかもうね、外ね、撮影もしないということで行こうと思ったけど、やっぱもうなんか全部ね、やる気なくなって、結局車まで行って、結局戻ってここでバカにね、こうやってやってんの、ずっと2時間ぐらいな。まあ、エムレ、今度お前のことも連れてってやるからさ。いや、マジもういいで。俺もなんか全部なんかもう無になってきた。帰ってください、これ切れた、これ切れた、これ切れた、よしよしよし。いや、マジやってらんないから、オッケー。ちょ、一回電気消して去ってくんない、こっから。エムレ、エンディング。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。エムレ、お土産買ってきたって言ったじゃん。もういいで。目には見えないけど、来月ぐらいに請求書来ると思うから、お土産ね。帰れ。お土産。何つった今。4万円ぐらいお土産。夕食込み。日帰りだけど、俺は、まあ、一泊っていう設定だったんで。お前のアメックスで宿予約したの。お土産、請求書。お前のカードで勝手に切ったから。カード財布に入ってるから、ふざけるな。いや、写真撮ったから、俺行く前に。何撮った？ネットで買えるからさ、ホテルなんて。うん、お前のカードでブックしたから。じゃあ今度は俺がお前のことボッコにするから。はい。まあまあ、エムレ、まあ、俺、ちゃんとお前に払うから、みんなでだけ言うのはさすがに兄のお金で。何がブックだよ、ボッコボコにしてるよ、今度は。兄のお金で、視聴者にバレたくないじゃん。弟が、兄のお金で旅行してるなんて。バレてるって、だから言ったのに電気消しされて。なんでだよ。炎上発言する前に電気を消しされればよかったんだよ。沖縄にでも行って、お前、バカンスしてればよかったんだよ、炎上してよ。お前、伊豆じゃなくて、お前、イギリスでも行けばよかった、俺。バカ野郎、兄のカードで旅行したことがバレたじゃないかよ。宇宙行っても帰ってくん
んなお前。お前これ何炎上だよお前。知らねえ、勝手に炎上してけよお前。お前これ何炎上だよ。お前これ温泉旅行炎上だ。おー、温泉旅行炎上だよ。